そういうのと、そうですね、こういうところのモチベーションが大事にしたい視点価値観みたいな、まあ、ちょっとこうちょっと引退する理由というよりは、まあ、なんか引退かなとかってこうちらつき始めたところで言うと、まあ今年の中断期間前ぐらいかな、大体時期で言うと8月の終わりぐらいにここに来て初めてベンチ以外っていう立場に自分がなって、でそれは怪我してるわけでもなく単純に実力で、選手としての実力で18人のメンバーに入らなかったっていう時にかなっていうのが自分の中で感覚としてあって、でそこでは2つ、こう1つは、まあその試合その前まで入ってたので、なんだろうな、一概にじゃあ自分が全くこう選手として実力として必要とされなくなったっていうことだけではないんだけど、外れた時に自分のこう感情的なところをこう見つめてみた時に、なんかやっぱり今までだとやっぱり自分も結構こう感情的になるタイプ なので、意外と言われる時もあるんです。あんまりこうなんだろ こう腹の底からこうふつふつと にっくり返るような怒りとか悔しさみたいなのがそこまでこう出てこなかったっていうのが本音で、その時にやっぱりこうサッカーに対する情熱だったりとか、その辺が少し薄くなってきてるのかなって自覚をしたしてきたところは一つあるのかなって振り返ってみると思う。本当に充実した3年間で、入る前はクリアソンの自分はもうファンというか、いろんなところでも言ってるけど、市原カップっていう、 こう何にもつながらない試合に選手たちがこうクリアソンの選手スタッフ含め向かっていく、そこのこう姿勢だったりとかっていうのも、まあ、YouTube ライブの荒い画面越しに見てて、でそこにすごく自分が惹かれて、あ、こうやって自分たちで意味付けをしている集団があるんだ、なんて素敵な仲間たちなんだっていうところで、そこでこう加入を決断してこの人たちと一緒に何かこう作っていきたいっていう覚悟を持って入って、まあ本当に入ってみるとその通りの組織チーム でその中で1年目なんていうのはもう結果としても最高の JFL 昇格っていう形で、本当に充実したシーズンを過ごさせてもらって、ただ2、3年目はJFL から J3、J リーグに昇格っていうところは叶わなかったけど、それでもやっぱり 1年目と同様にそれ以上にこう結果以上に同じ志を持つ仲間たちと一緒にやるプレーっていうのがやっぱりすごく楽しかったし充実してたし、本当にいろんなものを学ばせてもらった3年間だったのかな。ちょっとこれも長くなっちゃうんだけど、自分の中では小学校の頃はあんまりこうちゃんとした指導の持つサッカーを受けてなくて、本当ストリートサッカーでやってて、でそこって今では禁止されてるんだけど公園でボールを使ってやるとか、で自分たちで自転車をゴールに見立ててやるとか、ジャングルジムに切り込んで出てきたところからキックオフみたいなのとか、自分たちでルールを決めて、仲間を誘い合って自分たちで作ってきたサッカーっていうのがあって、でそれがジュニアユースに入るともちろんそういう一面もあるんだけど、どっちかっていうとこうプロになるとか結果を求めるみたいな、なんか少しサッカーのその種類がそこで変わってきたなって感覚があって、純粋にこうボールを追いかけて仲間たちと作ってもちろん結果も追い求めるんだけど、 それよりもその工程とかっていうものを大切にしていくチームでプレーをするっていうところが、なんか純粋に小学校の頃やってた自分の置かれてた環境にまた戻って、そこで自分のキャリアを終えれるような感覚が自分の中にあって、なので別にそれがいいのか悪いのかとかっていうところは置いといて、また懐かしいその自分の純粋なこう過去の原体験の、なんだろうな、なんて言えばいいんだろうね、ちょっと表現だと難しいんだけど、そういう感覚があるかな。まあまずはやっぱり自分の家族で、小学校の頃は、父親がその自分の所属する少年団のボランティアコーチみたいな形で、いたので、まあ、父親になんだろうな、基本的なそのサッカーのパスとか全然うまくないんだけどうまくない父親にそういうサッカーの基本的なことを学んで、で3つ上の兄貴がいて、で兄貴に
連れられてサッカーを始めたので、まあ、兄貴の背中を追いかけていて、でそこにこう母親が何だろう、まあ、温かく見守るというか、なんかそういう構図だったなっていうふうに思ってて、で、まあ、純粋にそうやってこうサッカーを楽しむ環境を作ってくれたことに感謝してるし、うん、そういった原点の部分にまずは感謝したいなっていうふうに思います。うん、自分はそのサッカーの二面性を知ってるなって感覚があって、それこそ今言ったように純粋にこう自分たちで作っていって、結果じゃないというか、結果とは違ったこうサッカー、楽しんだり豊かになれるサッカーというか、まあ、結果がもちろん豊かにできないっていうわけじゃないんだけどっていうサッカーと、そこからやっぱりこうプロとして結果を残さないといけない、残さないと自分にプレーする選択肢がないような世界っていうのも理解していて、その2つどちらにもやっぱり価値はあると思っていて、なので自分はサッカーを通じて何が恩返しできるかって言われた時に、それをじゃあ自分なりにこう伝えていくだったりとかっていうことができるのではないかなっていうふうに考えているので、なので、指導者として今後のサッカーで関わっていく、サッカーで育っていく人材の育成というところにこだわって生きていきたいなというふうに思っています。そうですね、本当にサッカーに本当にいろんな多くのものを与えられて、教えられて、育ててもらってきたので、今後は自分が、教える立場に立つって言ったらちょっとおこがましいけど、何かこうサッカーに対して還元したいなっていう思いはやっぱり変わらない、昔からずっと変わらないので、今後もサッカーに魅了された、サッカーの魅力っていうところを理解しているので、自分もそういったサッカーの魅力っていうのを育成っていう観点で伝えていきたいなと思ってます。なので現役を引退して退くことには なりますけど、一サッカーファミリーとしてっていうところで言うと今までと変わらない自分なのかなというふうに思うので、今後も引き続き、まあ、応援していただけたら嬉しいですし、自分がやってることが何かこうサッカーとつながって、皆さんとまた交わる機会っていうのもあると思うので、その日まで、引き続きよろしくお願いしますっていう形でメッセージとして伝えたいなと思います。最後ごめんぎこちなくなっちゃった。